あの顔とそっくりやった。うわ気持ち悪。どうもオカルトコレクター田中俊樹です。どうも元カスパ職人のゲタハノです。世の中はね、うん、不思議なことが起こってるよ。あ、そう。不思議の上に不思議なことあるね。どういうこと？これちょっとねお話ししたいんですけれども、うん、これもね、まあ、ちょっと階段めいた話なんですけど、うん、どっちな？いや田中さんに、どっちな？田中さんに逆にこうどういうことか教えてほしいのよ、うん、やっぱいろんな階段知ってるじゃないですか、うん、でちょっと田中さんの見解をちょっと聞きたいんで、うんうん、ちょっとお話ししたいんですけど、うん、あのまあ言ってしまえば、うん、バリバリ見えますっていう人いますやん、うん、でそういう人って、もうなんか街中こう見ててもなんかもう普通の人レベルで普通に見えるみたいな、はい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 、ぐらいの人ってなんかいますやん、うん、で何やったっけ、あの目がその例えば視力悪い人がこうやってねこうやってやった時に、うん、ぼやけんのに一人だけぼやけへんのがいたらこれがお化けみたいな、あそういう判断もできるとか、ね、なんかいう感じの、うんまあ、いわゆるもうバリバリ見えますっていうちょっと年配の女性の方の話なんですよ、うん、でその人ってまあいっぱいもうほんまにもうバチバチに見えるんやけれどもまあ何もしないスルー、うんはいはい、こうなんかあんまりそのお化けとか幽霊というものに対して見えてるアピールしないらしいんですよね、うん、なんかもう普通にスルーして無視してずっと生活するみたいな、うん、で、まあ、その中でもちょっとその怖っていう出方とかもあると、うん、でそれがある日電車に乗ってたんですって、で、うん、電車のそのいわゆるこのドアのところね出入り口のプシューのところ、うん、あそこの横にこうなんか手すりのこんなバーあるじゃないですか、うん、でそれ掴ん で外を眺めながらでガタンゴトンガタンゴトンとこう電車に乗ってたと、うん、でそしたら、駅に着いたと。でその駅は別に降りる予定ない駅なんやけど、まあ、シューンって言ってんでプシューって開くじゃないですか、うん、でまたプシューって閉まるじゃないですか、はいはい、でまたガタンゴトンガタンゴトンガタンゴトンってこう電車行くじゃないですか、はいはい、でその時にあの駅 の下ね、うん、なんか待避スペースみたいなのないですか。ある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 でしょ、うん、線路の横のあそこ、はいはい、逃げるとこね。そうそうそう、で本当に何気なく、うん、全く何も考えんとなんとなくそこぼんやりこうガタンゴトンって見てたら、うん、その駅がまあ終わる最後のホールらへんですよね、うん、なんかその辺に男の顔が上下逆の状態ですごいニコーって笑った感じの、うん、その顔だけが見えたんですって、うん、でバッチリ見てもうたらしくて、うん、でもその結局過ぎ去るんでね、うんうん、あで見てもうたと思ったんやけどまあでもパーってこう、はいはい、いなくなったから、うん、うわ今の何みたいな、うんまあ、いつも見てるけど、まあ、ちょっと衝撃的じゃないですか、うん、ちょっと怖いっていうかで今の怖かったと思ってそのふっと横をね、うん、見たらその自分はまあこのバーをこう左手でこうやってやってるんですけど右側にもバーなんかあるじゃないですかバー、うん、でそれを同じように持ってるおじさんがいたんですよ。うん、でそのおじさんが自分の方すっごい見てて、うん、でえっと思ってこう目線合わせたら、うん、見えましたって聞かれたらしいんですよね、うんうん、で、まあ、その時のそのおじさんの見えましたの顔がさっき見た上下逆のあの顔とそっくりやった。気持ち悪いプラスそのおじさんなんかわかんないですけどあの仏教とかのあの御後書みたいなやつ、うん、なんかちっちゃいんやけどこう握ってたらしくてそれちょっとちらっと見えたらしいんですよ。でそれで見えましたってこう確認してきたって言ってて、うん、これねだから本人もどういうことか分かんないんですよ、うん、分からへんねんけどまあ僕も一応考えたら いろんなこと考えられるんやけどなんか例えばお化け幽霊ってお祓いできるじゃないですか、うんうん、お祓いできますよね。ということは入れることもできるやんと、うん、いうふうに考えた時にそこのおじさんがですねなんか見える人を探していたかもしくはその見えることでなんかこうとなんかちょっと悪いことをしようとしたのかそこでもし見えたって言ってたらちょっとやばかったなみたいな、うん、その女性のことはもうシラを聞いたらしいんですけど、うん、それでやり過ごしたっていう話なんですよ。おーこれ何これ何やろな、なんで確認してきたのね。女の人が言うにはよ、うん、そのここにその駅の下にあった上下逆逆さまの顔とそのおじさんの顔がすごい似てた。あの同じとは言ってないですよ、うん、でも同じようにニコって笑っててだからなんか関係性はあると思うんですけど、うん、それをわざわざ見えたって言ってきたっていうのは
まあ、見せようとしてたんやろうね。あー、その逆さまの、そう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 、でも意図が分かれへんのよ。そうやな、うん、その偶然やしな、横打ったの。あ、そう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 、ちょっと分かんないんですよね。あんま見えるも良くないかもな。なんか見えへん方が幸せな気すんな、うんうんうん、もう目つぶってたらずっとずっと違う、お化けは別に見たくないけど、あのお化けじゃないやつは普通に見たいから。あ、つぶっといてずっと心の目で見ていく、うん、そうそう、何も見えへんわ、何も見えへん、汚れてるから心が汚れてるから、いやいやいや、はい、ということで皆さんご視聴ありがとうございました。